アディソン・ウェイン・ラッセルは、アメリカ合衆国フロリダ州、サンタローザ・グンペース出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。メキシカンリーグのモンクローバ・スティーラーズ所属。相性はアディ。2012年の MLB ドラフト一巡目で、オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。この年は、参加のルーキー級アリゾナリーグアスレチックスで、プロデビューし、 A-9 バーモントレークモンスターズ、A 級バーリントンビーズでもプレーした。2013年は A 級ストックトンポーツで107試合に出場し、打率275.17本塁が60打点21盗塁の成績を残した。また、トリプル A 級サクラメントリバーキャッツでも3試合に出場した。2014年は A 級ストックトンと AA 級 ミッドランドロックハウンズでプレーした。2014年7月6日に、ジェフ・サマージャ、ジェイソン・ハメルとのトレードで、ダンス・ストレリー、ビリー・マッキニーと共にシカゴ・カブスへ移籍した。移籍後は、参加の AA 級テネシー・スモーキーズに配属され、50試合に出場し、打率、294.12本塁が、36打点、2盗塁の成績を残した。2015年は、 開幕をトリプル A 級アイオワカブスで迎えたが4月21日にメジャー初昇格を果たした。同日のピッツバーグパイレーツ戦では9番2塁手として先発起用されメジャーデビュー。結果は5ダ数無安打だったが翌日の同カードでバンスウォーリーからメジャー初安打を放った。5月1日のミルウォーキーブルワーズ戦ではチームを 1>, 1から0での勝利に導くメジャー初本塁打をウィリー・ペラルタから放った。この年は、ジョー・マドン監督の方針により、投手を8番、ラッセルを9番打者で起用されることが多く、142試合に出場し、打率242.13本塁打、54打点、オプス696と、新人としては、まずまずの成績を残した。守備では、 本職の遊撃手より二塁手を守る試合の方が、やや多く、守備防御点の合計はプラス十九と高水準だった。シーズンオフに、ジェイソン・ヘイワードが FA で加入したことに伴い、背番号二十二を譲り、二十七に変更となった。二千十六年は前半戦終了時点で打率、二百三十二点一一本塁が、オプス三十一という成績だったが、 シーズン校長のカブスに人気が集まったことと、守備での貢献を評価される形で、ファン投票で、オールスターゲーム初選出となった。シーズン通算では151試合出場、打率、238.21本塁が、95打点、5盗塁の成績を残した。特にカブスの遊撃手として、シーズン90打点以上をマークしたのは、 電動入りのアーニー・バンクス以来二人目のことであった。守備面での貢献度も高く、148試合の遊撃守備で、DRS は19ウザーはプラス15.4というハイレベルな水準だった。サンフランシスコジャイアンツとのディビジョンシリーズでは4試合で15、打数1アンダレーダ点、打率、067の不振に陥ったものの、 ロサンゼルスドジャースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは6試合で22打数4安打、2本塁打4打点、打率、273と復調を見せた。クリーブランド・インディアンスとのワールドシリーズ第6戦では3回に、インディアンス2番手のダンオテロから、満塁本塁打を放つなど、2安打6打点の大活躍を見せた。 ワールドシリーズ初出場の選手が満塁本塁打を放ったのは2005年のワールドシリーズ第2戦のポールコネルコ以来であった。ワールドシリーズでの成績は7試合で27打数、6アンダ、1本塁打9打点、打率、222だった。2017年4月19日のミルウォーキーブルワーズ戦でネフタリフェリスから自身初のサヨナラ本塁打を記録。 2017年、妻がインスタグラムでラッセルの浮気を暴露。さらに、妻の友人がラッセルの妻への家庭内暴力をブログで証言。2018年8月に離婚。同年9月、元妻が家庭内暴力をブログで告発したのを受けて、MLB の規定により出場登録抹消。10月から40試合出場停止処分を受ける。 2019年5月8日に出場停止処分解除。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2020年6月20日にクボリーグの急務、ヒーローズと1年53万ドルで契約した。シーズン終了後の11月27日に球団が来期の契約を結ばないことを発表した。ありがとうございます。